ですね、問題作ありました。問題作、こちらでございます。これ久しぶりに見ましたね。ママビエです。もう聞こう聞こう。それでお尻からね、なんか出てるんですよ。このダッチョウっていうんですか、いわゆる。オンエアできるか分かりません。あなたたちアイドルなんですから、ダッチョしちゃダメですよ。せめて服は着させてほしかった。本当だよ。そうですね、全裸でね、ちょっとこういうの。さらに残酷な天使加藤画伯の他の作品を見てみると、テーマを逸脱した問題作が続出。こちらは選手かな。これは選手。これは上村ひなの。ひなのか。ひなのがスケボーに乗ってて全然楽しそうじゃないけど。で、これですね。上手。これは東村芽衣さんをモデルにして、あの日本代表の芽衣さんを描きました。そして続いてこちらですね。斉藤京子。反対です。こう、そうです。え、こんなんない。こういう作品で斉藤京子4回転ひねり、床か、床です。加藤が